どんどんどんど,んどんぐり f レームおはモーニンどうも夏目ぐですどうもなるみです僕最近最近じゃないやどんぐりの編集してたらあ編集で思い出したこの前なんかあのごめんなさいあれですよね僕音割れてましたよね割れてたねあれオーディオインターフェースの原因をね触っちゃってたんだよな、うん、ちょっとしばらく割れてましたよね56回にわたって割れてんじゃない割れてたね聞いてた皆さんごめんなさいはい僕最近編集しててうん でなんだっけな832かなんかのなるみさんの冷蔵庫の発音がわからなすぎるってやつ、うん、あれやってた時にちょっと多分最ここ最近僕のタイトルの付け方がやっぱ雑で、うん、かつ1エピソードに何1タイトルとかじゃなくなってるんでどこかわかんないんですよねうん、うん、でそれ裏どんぐりでごめんなさいお父さんが冷蔵庫の上に乗ってるのってなんか第何回でしたっけって言ったらともさんっていう方が 825回ですです。もう。<laughs> 教える上だよね。そうそう。数分後に来て。いいね。あのおかげで、冷蔵庫の会ができました。ありがとうございます。もう自分たちでもどの回何話か分かんないんだよね。分かんない。しかも冷蔵庫で検索したんだけど出てこなかったんだよね。うん、あのどんぐり検索で。あれが欲しい。音声の Google が欲しい。まあそのうちできるっしょ。できるね。確実に。YouTube の音を Google が撮ってるって、うん、リビルドで宮川さんが言ってたわ。まあできるよね。そうそう。だから、なるみって入れたら、 鳴るみっていう音のところがバーって出てくるみたいな。もう膨大すぎるからね。うん。しかも冷蔵庫って検索してもあの回出てこないからね。あ、でも冷蔵庫、スペース、ドングレフムじゃない。そしたら出てくる。僕が言えてないから出てこない気がするんだよな、あれな。松、ま、井、あ、さんがちゃんと言ったのか。先生 <laughs>、僕が言ってるから出てくる。うん。あとその後何回も言ってるから、結構上位に出てくる。うん、これ結構ね、僕の周り評判いいっすよ。どれ冷蔵庫の回 <laughs> どっち。え、どっちどっちどっち <laughs> あの。最初の方。最初の。 僕の言えてないやつ <laughs> もう本当に異国語みたいになってるって <laughs> <laughs> なんかもう聞いたことない言葉みたいになってるって言っててすごい評判がいいんですよねさすがだなさすがだな評判がいいと思ってるのがいいよねクレームじゃないそれそ事故を肯定してるんですよな、ね、あらゆることで <laughs> あ爪痕残したなっていう意味でも良いと思ってるからね 僕、最近だとめちゃくちゃ好きだったのが、あれじゃない怪談 FM の時の話で、校、うん、門様で <laughs>、あの、<laughs> 水戸校門が8時45分に肛門出すってやつ。<laughs> あれあれひどいよ、ほんと。あれひどいけど、久しぶりに、なんだろう、もう涙が出るほど笑ったね。あれもう完全、ツボに入って喋られなくなったもんね。<laughs> <laughs> だろう過去の話と同じだけど新しく完全に作り変えてるんだ完全じゃないけどそうですね再放送とかじゃないそっかそっか、まあ、だから面白いんじゃないですか絵とかも昔じゃなく今っぽくなってるしそれいいねちょっと見たいでしょもし美味しいんぼれそれがあったらおラーメン30式来たみたいな、ね、そうそうで来る時にもうみんな分かってるからうん、うん、知ってます水戸黄門って毎回ね8時45分に黄門さんも出すんですよ このもんどころが…肛門様って言う <laughs> ね肛門が肛門様出してたらそれはちょっと <laughs> …ケツ出さないからふ <laughs> 失礼…ちょっと違う… <laughs> ダメだ…八、うんふん8時毎回出したらダメだろそれ <laughs> 全然まだご飯の時間だから <laughs> この肛門が…肛門…五六甲また肛門… <laughs> ってなっちゃうじゃないですか陰謀 <laughs> だ陰謀 <laughs> ダメだ… <laughs> しょうもね <laughs> <laughs> しょうもね <laughs> <laughs> ああ。はい、インロースね。失礼しました。インロース、ね。はいはい。はい、あれいいね。めちゃくちゃ面白かった。うん、あれもう自分の中で。なんだろう。あれなんか、なんで俺たちはケツの話をすると笑っ,<笑>笑っちゃうのみたいなの。<laughs> あの、毛の話とかさ。毛の話とか。うん、ちなみにあれですよ。ポッドキャストアワード。 うん、なんか1個審査員みんなで聞くから、うん、おすすめの1個貼れって言われて、うん、毛の話貼っときました <laughs> <laughs> だから落ちたのかもしれな面白い <laughs> <laughs> これを聞けとあれをアワード選ぶわけにいかないだろ絶対 <laughs> <laughs> ププそれはおならだよみたいな話をしてるププ古田さんもね苦笑いですねこれって、えっと、古田君の知り合いのやつみたいな フータクの部下だよね、これね。いや、知りませんってなゲスト出てたって噂聞いたけどそ<う>、言ってるけど、これ中で。いや、出てないです血 <laughs> <laughs> 気がないと、女人の音は変わるよみたいな話してあれをね、出しといた。<laughs> ひどいな。ドンブレフレーム。 ってまず最近、テッククランチが終わって、エンガジェットが終わって、ブロガスも閉じたらしいですよ。終わったね。その話したいわ。うん。しよう。終わったね。なんかね、そういうタイミングなんすかね。一時代が終わったね。うん。僕、なんかあのニュースとかいろいろ見て、結構みんながっかりきてるじゃないですか。うん。閉じちゃうんだみたいな。記事がなくなるんだみたいな。すごいがっかりしてるのを見たんだけど、 僕結構ね、全然がっかりしなくて、割とそういうもんだよなーみたいなの思ってるんですよね。なんか、役割って終えるじゃないですか。で、ああいうメディアって、もしかしたら昔はずっとあるものだったと思うけど、うん、今ってもしかしたら、そのメディアの持つミッションの単位というか、時間軸って短くなってるのかなと思うんですよね。<laughs> だから、まあ、新聞社とかはね、もっと大きなテーマで、100年とかね、そういうのやると思うんだけど、ウェブのメディアってもしかしたら、 10年以下のスパンでどんどん生まれては消えていいのかなとも思うんですよね。ブロースとかもそうだけど。うん、だからあのテックランチもエンガジェットもね、ブロースもね、まあ終わる理由って結構親会社がどうとかね、まあ、別に採算的になくてもあっても一緒だよみたいなそういったもあると思うけど、そもそもメディアの役割って5年ないしは10年ぐらいのもんなんじゃないのみたいな思ってるかなと思って。だからね、僕バズフィードが今後別に突然なくなったとしても、 全然悲しくなくて、初期にやろうと思ったことはやったじゃんっていうふに、割とすっぱり思えるかなと思ったんだよね。うんうん。そんな感じ。それぞれのね、メディアに対して役割はありますからね。メディアっていうか、なんか。そうなんです、ね、あらゆるものと役割あるじゃん。ね、サービス全部とかね。そうそうそう。あらゆる存在は長く続けるのが目的ではなくて、そのサイトなりサービスが解決する何かがあるわけじゃないですか。で、解決できたらなくなってもいいんじゃないかと思うんだよね。うん、うん なので、どんどん閉じればいいし、閉じたときに、卒業おめでとうって言えばいいかなと思った。うん <laughs> うん。うん。でもちょっと僕の観測範囲でしかないですけど、エンガジェット周辺の人たちは寂しそうですよ。まあ、亡くなるのは寂しい気持ちもあるけどね、じゃあずっとあるべき活とはそうじゃない気もするんだよね。なんかまあ、そこに関わるライターさんとかさ、自分の仕事をする、してきた場所が一つ消えて、 自分の書いてきた記事は消えるのはもちろん寂しいんだけどむしろこれからそういうものだと思っておいた方がいいかもしれないねうん、うん、ウェブに残ってることはずっと見れるものじゃなくてもちろん紙とかに書いたものはずっと見れるものじゃなくてウェブでも紙でもどんどん消えていくんだよなっていうねこれにね近い話をあのリ,リビルドの宮川さんがゲストに来てくださった時に話してましたよねだからどっかに書いたりするんじゃなくて自分でサーバー立ててポッドキャストもブログもそうだけど、うん 自分で HTML で置いとけば、そうなのよ。うん、自分で頑張ってる限りは、究極、まあ、WWW とかがなくならない限りは、そうだね。持っとけるっていう。うん。僕も、テックランチに記事書いたし、ブログスでも記事書いたし、今までなくなったウェブサイト、ウェブユニアに記事書いてきたんだけど、それはもうさ、記事納品した時点で僕の仕事終わってるからさ、うん、その後その記事はどうなのか関係ないんすよ。なんかそういうのはもしなくなってほしくないんだったら、 自分の場所に書いてお金にしなきゃいけないんだよね。うんうん、じゃなくて人の場所から雇われてまあ壊れてやった仕事っていうのはまあその人の場所がなくなれば終わっちゃうわけでうん、うん、まさそれはそういうもんだよね。ただ宮川さん言う通り本当になくなりたくないものを書くんだったら自分の場所を作ろうということだよね。まあ悲しい気持ちはもちろんわかるけれどもっていう,うん、うん、その役割を終えるみたいな抽象度ではエンガジェットもデククランチも。 終えちゃったのかもしれないですけど言うてでもちょっとテッククランチはもう分かんないですけどエンガジェットであこういうガジェットがあるんだとかって知りたい欲求はいっぱいあったじゃないですかうんなんでその辺の何、まあ、テッククランチもエンガジェットも閉じちゃうことになったんですかね簡単に言うと採算はないじゃないですか採算合わないまあこれガイからいろんなことを想像してもしょうがないけど、うん、日本人に対してメディアやっても全然割に合わないよねっていうね その親会社の外資からするとそう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 見る人が少ないじゃないですかうん日本語だけしか読めない人のために見れやる意味みたいなねしかもこの広告単価も下がってる時に、うん。儲かったとしてもやる意味とはみたいになるかもしんないよねうんうんまあだからそういうビジネス的事情はなんか知らんけどあるのかもしんないけどただそれでもなくなること自体はそんな悲しくないなと思ったんだよなうんうん悲しんでる人たちはたくさんい,るいますよね 割とすごく思うのは関わった人ほど悲しんでないんだよね。なるほど。<laughs> いろんなところを見るとさ、はいはい、ラーメン屋が潰れてさ、うん、そこでバイトしてた人たちは、あまあいいんじゃないですか。あのバイトしてたとき楽しかったっすよっていう感じだけど、一回行ったぐらいの客は悲しんでるっていうね。うんうん、最近行ったのかっていうねいうのもあるんじゃないかなって気がするけどね。もちろん悲しむのは重要なんですけど。うんうん、バックススペースで バックスペース FM でもう3時間ぐらいにわたってこの話をいろいろしてたんですけどうん、うん、3時間は言いすぎ嘘を持ったのな,、うん、なんかねそこでもまあまあ役割はあるんじゃないみたいな話もしてましたし例えばメディアを作るときのさこういうことをやりますっていう目論みってあるじゃないですか、うん、目論みってこの時代においてはさ 割と早い期間でそれ達成されちゃうと思うんだよね。うんうん、そして目論見みみたいなものがもう無効化されちゃうと思うんだよな。だとすると何のためにあったっけっていう。そしたらそれが終わった時点で、なんだろう、う発展的解散でいいんじゃないかなって気まするんだよねうん、うん。いやー、でもちょっとまあ、ブロゴスもそうだし、テッククランチエンガジェット、歴史のあるメディアですからね。まあでもあの辺、ニュースサイトだからさ、別に過去のニュース記事が。 アーカイブ的な価値を生むかっつったら別に日経テレコンがあればいいんじゃんって気もするし、うん、無料で使える過去記事リストがなくなるのはちょっと寂しいかもないぐらいな感じじゃないですかなんだろうなこれはなるみさんのその考えは分かるがあれじゃないですか自分が建築家で建てた家が全部建ててすぐさら地になってたらあれ <laughs> 私は建てて確かにもう手からは離れているが、うん、あれ何を したんだっけっけていう自分の存在価値を心のよりどころとできるのが少なくなっちゃうんじゃないですか建てた家,家とか建造物ってさ、うん、50年60年ぐらいはさ持つからさ、うん、その建築家の人もさ20年ぐらい建てた家がさ90歳の時に壊れちゃいましたなったらいやもうそれはそうだよねってなるじゃないですか、うん、その期間がメディアは圧倒的に短いんですよ寿命が。うん もうメディアの自分の短さって受け入れた方がいいじゃないかなと思うな何だろうもう更新停止になってもいいけどゼロです抹消ですって言われると自分が頑張ったところも頑張ったことも全て消されてしまうようなのと一緒になっちゃうのかもね気持ちがそりゃそうだよねそりゃそう思うんだよなでも Web のサイトってさあるだけでコストなんだよねやっぱり、ね、そうそれはそれはそううんそれバックスペースで言ってたけど今ならもっと安くできるかもっつってた 別にノートに書いてもいいし。あの、サーバー立てて、ドメイン取ってとか、それが大変だつ。そうなのよ。一つのウェブサイトが存在し続けるためのコストっていうのを、誰がじゃあ、どう、どう払うのっていう。ね。あと、まあ、責任だったりね。そう。じゃあ、その過去の記事がさ、時間経ってさ、辻つまわなくなったみたいな時にさ、誰がそのメンテナンスとか、誰が過去基準のこと内容を責任取るかみたいなね。本は何でいいの本は怒られないなと思って。 え、これから世界中にあるウェブサイト全部一回本にしてみるおちょっとこれ分厚いテッククランチって本で <laughs> <laughs> ああ、この時に。いや、でもそれはそうよ。だテッククランチも一冊の本にして出版しちゃえばみんなは手元に残るでしょうん。うん、それはそれでいいんですよ。だから紙よりも十分短いよねって思うよね。ウェブの方が。そういう意味では。紙なんて全部あるじゃん、国会図書館に。うん。紙は言ってもさ、紙がもう 時間経って文字が消えてくまではあるけど、ウェブは本当誰かが責任持ってお金払いすぎないと消えちゃうんだから。あー、維持費か。維持費。存在するだけで金かかるって意味では、本よりウェブの方が大変だよね。本はね、納品しちゃえばもうあと金かかんないからね。うん。ウェブはその、誰かが維持してる限り、誰かの責任になっちゃうし、じゃあそんなもんいらないってなるよなっていう。だから、ウェブでさらに責任になるメディアってなると、なおさら、更新した後に、 もっときたくないいババ抜き状態だよななとと思うねうん、うん、めっっちちゃわわわかかるる、うん、さっさと閉じたい気持ちもわかるしなのでそういうものだからさ寿命短いものだと思った方がいいのかなと思うんだよな。なるみさんは結構いろんなところに自分の名前出したり出さなかったりも含めて記事書いてるけど、うん、その書いてる人が結構そんなそこまであっけらかんなのはなんか少ない気がしててそれは何なん,なんですかね性格なるみさんの。なんか 僕の、僕のプロ意識じゃないかなと思うんだよね。ほう。きっちり言われたものを納品するまでが仕事なんですよ。納品した後は、それ別に僕、掲載しなくていいと思ってるのよ。僕が納品した原稿を雑誌に載せなくてもいいし、ウェブに公開しなくてもいいんですよ。あげてお金もらっただけだから。それをあなたが求めているよりも高い基準で納品したっていう。したと。そこにやっぱ誇りがあるから、ウェブとして記事公開しましたとか、雑誌に載せましたとか、 ウェブっ記事をやっぱりウェブサイト閉じましたとかはもうもはや僕の関わることではないなっていう風に思うんだよねうーんそれがなんかあれじゃないの現行で生きてるライターじゃないのって思うんだよな <laughs> うんうんただ職場が木一個消えるのは確かなと思うねうんうんそれはまあ寂しいなまあ分かる、ね、寂しいよねうん、うん、それはあれなのかもななるみさんが今10年前と比べて給料下がっちゃって面白くないなってやってたら多分なくなったらエンガジェットとかが。 テッククランチが。が。ロゴスが悲しいって言ってて言たかも。成美さんが過去よりもどんどん成長し自分がやりたいと思うことをガンガン進んでいっているという自負じゃないけどなんかそんな気持ちがあった時に別に後ろのものが消えていようが前にもたくさんハッピーなことあるしっていうのもあるかなと思った、ね、自分の状況がハッピーかどうかはまあ確かにちょっと置いといて、うん、過去のことはまあとらわれないなと思うね、うん、性格的に。 まあじゃあ、それはそれ、次に何か、楽しいことしたいなと思うし、まあそう思ったほうがいいじゃないですか。うん。それはなんか、成美さんの、その、いや、ハッピーじゃないか置いとくって言ってたけど、今がハッピーかどうか、結構大事な視点かもしれない。あん時のは楽しかったなーって、うん、いう人たちは多分たくさんいるだろうから。だとしたら、俺は絶対そう思いたくないからね。<laughs> <laughs> 思いたくないじゃないですか、そんなの。うん、そう、もし自分が思っちゃったとしたら、やっぱ変えたいし、その状況をね。 それってね、あの過去の自分よりも自分が劣化してってるから。そうよ。でそ、あのときはすごかったんだぞ。あのとき俺は1万 PV 撮ったんだぞ、先生の記事で、みたいな。そうそう。そもそも人ってさ、うん、同じことしてるイコール劣化なんですよ。うん。時間進んでるのに同じ位置いたらやっぱ、まあこれは個人的な意見だけど、相対,ねうん、相対的にはやや後退だと思うんだよね。うん。そういう意味だとね、なんか、懐かしむのって危険だよなと思うね。うん。うん いやもちろん懐かしむことはあるんだけどまあ干渉に浸ることもあるんだけど誇っちゃダメかもね誇示しちゃダメかもねそこの過去まああれはあれとしてっていう思うのは結構大事なだなと思うねうん、うん、それって結構強く意識しないといけないことかもしんないなとも思うないやそうよこのまあ、僕たち冗談半分でよくおっさんがとか言うけどうんなんかちゃんと自分を成長し続けてって楽しいことし続けてないと気抜いたら大学時代の方が楽しくてマジでそうよ 30代ぐらいの LINE の時はさ、こんなことしててすごかったんだぞって、その時の自分は、ね。でも,でもそうだよね、本当に。うん、新しい漫画読まないとさ、うん、スラムダンクが一番面白いだろうって言っちゃうんだよね。そう,そうそうそう。それだって同じだからね、うん、絶対ミシュンが一番いいもんってなっちゃうから。<laughs> <laughs> まあ常に今の方は絶対いいはずっと思い続けないとね。うん。まあよく有名なのはチャップリンが一番あなたがの中ですごい作品は何ですかって聞かれたら、次回作ですって答えるみたいなね。 それめちゃめちゃいい言葉だよね。うん。うん。成美さん一番今までで書いた作品で一番いい感じだったの自分的にどれですか今納品しようとしやすいですね。わあ、かっこいい。<laughs> うん、<laughs> いいね。何も納品しないんだけど。<laughs> <laughs> 今書いてる記事です。そうそうそう。いい。いやー、メディアねでクランチね。なんか、いや、そうそう。外野だからこそ、比較的にやんやん言えると思っていて。まあ、成美さんちょっと若干あの、 か片足の親指ぐらい突っ込んでるからあれだけどそうだねうんテッククランチはさちょっと僕は本当にねあのごめんなさい何にも本当に外野なんでいやんいやん敷き放題言えるなと思ってるんですけど、まあ、夏目さんも足首まで突っ込んでるかもね、うん、<laughs> 2015年2015年ぐらいは夏目さんが1年間伝えたからな <laughs> <laughs> 本当だよだ感謝してほしいわマジで、うん、年数億突っ込んでたからな <laughs> 僕そのその予算がうっかり請求書あの通すの忘れてて気づれして、うん、めちゃくちゃ請求書みたいな概念の家具描くじゃないからあれはそうそうそうめちゃくちゃ怒られたから、うん、そうなのよいやそこまで片足突っ込んだやつでも別に寂しいとかじゃないと思うんだよなそうだねで本当にまあガヤだからこそちょっと思うのはみんな頑張ってたからまあだし役割を終えたからその何一番 1一丁目1番地っていうんだっけ何だっけ <laughs> そのみんなが見るところみたいなのがもうなくなっちゃったから別にそういう時代じゃないからいいんじゃないっていうのはその通りなんだが僕ねでもテッククランチは変われたと思うよ変化できたと思うさすがにあの位置にある唯一無二だったもん、うん、何スタートアップベンチャー系がどこ見たらいいどこに行けてる情報が載ってるって言ったらテッククランチでしょってなってたからなまあテックランチはすごいいいサイトだと思うよ うん、新しかったし、うん。そう。本国もね、すごいいいサイト、記事が多かったし、いや、めちゃめちゃいいサイトなのはもちろんあるんだけどね。そう。だから役割終えたって言うけど、なんか、そこまで終えてないんじゃないっていう気持ちも、まあ、多少はね、まあまあまあ、外野なんでね。うん。まあね。僕は何度も言うけど、VC やればよかったと思うよ。ベンチャーキャピタル。本国のさ、マイケル・アリントンが VC やってんだよね。そう。 それはちょううどいいと思うで自分も出資してるしねみたいなさ、うん、あと何出資したい企業のさ情報がいっぱい集まってくるわけでしょその中からそうそう激推しすればいいから、うん、合ってるのよあのいやでも隅だとテクランチ日本版の初代編集長の西田さんっていう方はさ、うん、あの僕の支援の時の上司でもあったんだけどベンチャーキャピタルいるし、うん、でその次の代の西村さんって人、うん、ゲストを入てくれましたけどあの人は VC いるじゃないですか だからいいキャピタリストを生んだって意味ではまあ同じではあるからね。うんうん。まあメディアとして VC やるかってなるとまたいろいろややこしいよね。投資先の記事書いた時には一、い、応投資先でありますとか書かなきゃいけないし。バランスは結構難しいと思うから。だから夏目さんの言う通り、VC やればいいじゃんっていうことの半分は達成してるのかなって気もするね。はいはい。まあね、あとは外資なのかどうかっていうのも成美さんさっき言ったみたいにね。うん。英語記事書いたら何人見るのに、日本語で書いたらこんだけかよみたいなね。 日本国内のさ、そのスタートアップが何億調達すっていうのをさ、渋谷と六本木に働きに行ってる何百万人は見んのよみたいなね、うん、そんな規模だからね。そんな規模、本当に、うん、金にならんし、うん、価値もないと。まあ、そうっす、価値もないじゃなくて、そんな <laughs> 狭いところにたくさんサイトなくていいだろうとも思うけどね。うん、うん。あと、今、時代的にさ、なんかメディアというものは何のためにあるのかみたいなところも試されてる気もするんだよね。 例えば、スタートアップが調達しましたって記事ってさ、まあ、記事読まれてもいいんだけど、その調達リリースもすごい読まれるじゃないですか、今。うん、結構いろんなメディアの、あの、企業の中の人が、ちゃんと情報発信の手段というのは洗練されてんだよね。うん、だから、大きなトピックの時は、ちゃんと、なんだろう、狙いすましたかのように、ツイッター経由とか SN、SNS 経由で人を呼び込めてるから、じゃあメディアの拡声機のしてるの機能ってそんなに差別化できんのかって言ったら、 うん、結構そうじゃない気もしてだからメディアとは何のためにあるのかみたいなものがねやや難しい時代でもあるなと思うねいやそうっすよね、うん、だって今 IT メディアのトップページから見るかっつうね C ネットのトップページから見るかっつうね夏目さんがもし会社やっててさ、うん、じゃあ調達しましたとか上場しました時にメディアにリークしようと思うか自力でバズらせようと思うかって言ったら多分自力でやると思うんだよねそっちは狙えるじゃないですか まあ両方やったううがもちろんんいいんだけど。そうそうで、ベンチャーだったら、あれよ、今時は、テッククランチに載せ、PR タイムズに載せまでは、うん、もう何も考えずにやるべきだよねってなってる。うんうん、で、頑張りたいのは自力でどうにかね。そう,そうそうそう。で、メディアのコントロールできないような発信よりも、ちゃんと自社でコントロールできた情報を出したいみたいなのが意欲もすごい強いし、スキルもあるし。 人から見たらメディアであろうが、記者の、あの、会社のメディアであろう、オンドメディアであろうが、さもそんなわかんないじゃないですか。わかんない。そういう時にね、メディアとは何かってなるしね。いや、すげえ難しいじゃないと思うんですよ。個々人が発信できるからね、このテッククランチとか日本に入ってきた時とは違って、うん、ツイッターもフェイスブックもさ、ノートもあるし。あるし、バズフィードのね、同僚が、僕の後結構やめてるんですよね、いろんな人がね。うん。僕の同じチームでね、同じぐらいの、 レベルの役職の人が結構辞めてて、みんな次どこの身で行くかっつったら、もう事業会社なんですよね。うんうん。事業会社で発信の仕事をすると、ややそっち寄りになってきたような気がしますね。はいはい。うん、発信する力は自分で持ってるからね。持ってるし、うん、スキル、ノウハウもあるから、それをやっぱ企業にインストールした方がいいじゃないですか。うん。例えばね、伊藤大地さんとかも、朝日新聞行ったじゃないですか。彼も行ってみれば事業会社なんですよ。例えば朝日新聞って不動産収入が多いって言ってますよね。で かや赤字の新聞吸ってるわけじゃないですかあれって、言ってみればめちゃめちゃいい会社でさ、めちゃめちゃ儲かってる不動産会社なのに、わざわざ赤字の新聞吸ってくれんだよ。絶対不動産だけやった方がいいのに、わざわざ記者をたくさん抱えてさ、海外まで記者を派遣してさ、捨て身の確保でニュース書いてくれんだよっていう。すげえいい事業会社だよね。だからみんな尊敬した方がいいよね。新聞社をね。なんか不動産会社じゃんとか言うんじゃなくて、めちゃめちゃ、何善意のある不動産会社じゃんっていう感じするから。 だと僕の周りみんな事業会社行ってるんですよねメディアの人今だそういうターンだなっていうのもやや感じる最近のニュースからそれはあれかな世の中がこうだからとかじゃなくまあ成美さんいや成美、まあ、さんの周りの人たちが楽しいところに行きたいなと思った時に、うん、その楽しいっていうのは人それぞれだが結構そういう時代の波の移り変わりに何伸びてるところに楽しいと思う人たちが多いとかかもしれないですねかもしれないですねうん、うんうん、なのでね いろんなこと考えると、いろんなメディアが終了して、いろんな人が事業会社いてとか考えるとね、今ややそういう流れかなと思いますね。なるみさんは結構すごいですね。ちゃんとあの沈んでいく、一個先にはちゃんともう他のことをやってますよね。僕結構それすごいなと思います。ポッドキャストもそうだし、うん、例えばじゃあノートでディレクターですみたいな、別にライターじゃないっていう。まあ、沈んでいくからじゃないですよ、うんあの。結構波があって、メディアっていうのは。必ず 上昇気流の時もあれば、今みたいに冬の時代も絶対来るし、その数年後にまた登るはずなんですよね、必ず。うんうん、山あり谷ありなんですよ、常に。うん、なんだろうなで、登ってる時にちゃんと自分が使える何かを中に持っていたいと。うんうん、今、たまたま僕は、メディアにとってちょっとやや暗いの時代の時に、自分がそこの業界に対して出せるもんなくなっちゃったなと感じたんですよ。うん、だから一回抜けた方がいいしまた次、上に来る時代があるんで、その時に何かを。 自分の中に蓄えていたんですよね <laughs>、まあ、そういうタイミングはねか一致してるので,でもメディアって別にあれですよねこういうニュースサイトがいいとかじゃなくすごい抗議な意味で、ね、そうそう抗議な意味ですよメディアっていうのは情報と人とかね人と人とか物と人とかあらゆるものを媒介するって意味合いなのでニュースサイトみたいにニュースを発信して受け取る人だけじゃなくてあらゆる広い意味を含むんですけどただメディア専業企業にとって今冬の時代なのは、まあ、間違いないと思うます流れ的にね ただそれまた復活するのはあると思う。まあだから、いろんなことを悲しむ必要はないんだけど、うん、常に、常に揺り戻しじゃないですか。うん、辛いこともあればいいことがあるから。たまたま辛いことがターンなのかもしれないし、まあ、その辛さとは何なのかっていうとよくわかんないけどね。いやーでも、まあテッククランチの規模で終わってくんだっていうのは面白いですね。面白いって言っちゃあれだけど。 いやーまあ、そういうもんだよね。今まで終わらなすぎたんじゃんって気もする、うん、逆に。うん,ん。うん。C ネットとか IT メディアとかさ、まあ、インプレスとか、僕らが若い頃から見てたニュースサイトって絶対あるものだと思ってんじゃん。うん。まあ、でも、別に役目を立つってやめてもいいわけじゃないですか。かもっと、始めてやめて、始めてやめてが増えるんじゃんって気がするな、今後。メディアというものは。なんかでも、そうすると信頼があんまなくないですか まあ信頼とはしてないっしょうっていうか信頼とは何かっていうともうあれよ読者それぞれが何をしないですか決めなきゃいけない時代だよねうんいろんな伝統メディアにフェイクニュースがある時代にさ信頼とは何かって思うよねいや移り変わってくんですね面白い月日は白菜の価格にしてなんだっけ生きこうとしもまた旅人なりですな松尾場所奥の細道そう当たり前にあると思ったものが実は移り変わるものだったっていうだけじゃないかなって気がするね それは全然ネガティブなことじゃないなと思うんだよね。あのそうすると人材も流動するしさ、うん、メディアの企業の中にいた人が事業会社に移り変わるみたいなことも起きるし、うん、そしたらいろんな会社の発信力が上がるとかもありえるし、その分散していくのは実はいいことかもしれない。バックスペースだと、ちょっと言い方は僕の意訳入ってますけど、メディアこのままじゃダメだぞ、ちょっと変わんなきゃ終わるぞっていう、いい何締め切りじゃないけど。ううん、うん なんかいい影響を与えてくれた面もあるんじゃないっていうのを言ってましたね。そうだと思うよ。10年後、20年後見たら、これをそこに上に上がってったところかもしれないし。まだそこじゃないかもしれないしね。そこじゃないかもしれないし。<laughs> なんだろうね。そんな悲しむことばかりではないなとも思うけどね。<laughs> うん。そんな感じですかね。ですかね。いやー。まあ、寂しいのは歩きますよ、もちろん。<laughs> あるんだけどいや、あんだけね、いろいろね、やってたんで。うん、もちろんね。 テックランチに関してはなすめさんと僕もね、おいしそ出入りしたもんね。<laughs> してましたね。うん、何度も言ってたわ、3331。まあでも、僕の周りも関係者多いけど、みんな割とカラッとしてる人が多いなと思うけどね。<laughs> いやいやいや、なんかね、外野だからこそというか、好きかって言いましたけど、うん、エンガジェットもテック,クランチも関わってたね。うん、皆さん、本当にお疲れ様でした。そうっすね。ブロゴスもね、在籍させてもらってね、ははい、はいお疲れ様でした。